希望の党の細野憲法調査会長は、憲法9条の改正をめぐり、自衛隊を明記することに前向きな考えを示しました。現実として非常に大きな実力部隊である自衛隊があるわけですから、それをどう変えていくかということについては幅広く議論をしていけばいいのではないかと思います。また細野氏は、9条には国民の祈りがこもっているとして、戦力不保持の条項は維持した上で、自衛隊の明記を検討していく考えを示しました。自衛隊の明記については自民党が検討を進めていますが、立憲民主党は反対しているほか、希望の党内でも自民党の補完勢力になってしまうと反対する声が上がっています。細野氏は年明けから9条改正についての党内議論を本格化させていく考えです。